こ一回お願いします泣いちゃうことが多いんですけど、食欲で包んであげて、ちょっと中でゆらゆらしてあげると、ママのお腹の中を思い出して少し落ち着きいいですか、どうですか。あとはね、足バタバタしちゃうと入れにくいと思うので、壁とかにくっつけてもらうといいかなと思います。洗っていきますね。赤ちゃんが入るお湯とは別に、洗面器とかでいいので、綺麗なお湯別に用意していただいて、その中に洗う用のガーゼ1枚用意してください、で軽く絞ってもらって、一番綺麗な目から洗っていきます。洗うときは目頭から目尻に一直線、で片方拭いたら必ず1回湯水で反対の目頭から目尻に一直線拭いてください。同じようにこすっちゃうと目やにが広がっちゃったりするので、必ず1回ごとに油水でくださいね。そしたらお顔周り洗っていきます。おでこから鼻の下、口周りで3の字、で反対もおでこ、ほっぺ、口周りで3の字ですね。口周り結構汚れやすいので、しっかり拭いてあげてください。で次頭洗っていきます。ガーゼがあると、あのお湯がたらって垂れないので便利かなと思います。ある程度濡らしたら、石鹸、固形でも泡タイプでもどっちでも大丈夫なので、手につけてもらって、わしわしわし、大人みたいにわしわしじゃなくて、撫でるように、気持ちよさそうよかった、お風呂好きだね。優しく洗ってあげてくださいおじさん。いい湯ですか。どうですか。よいしょ。洗えたらガーゼで洗い流していきます。この時顔にちょっと石鹸の洗い残しとかがあると、ボツボツ死んできちゃったりするので、しっかり洗い流してあげてください。よいしょ。赤ちゃんの体の中で一番大きい面積があるのが頭、この頭なので、頭が濡れてて冷えてるとどんどん体温下がっていっちゃうんですね。なので冬場特に寒かったりするので、濡れた後ちょっと絞ったガーゼで簡単に拭いて乾かしてあげてください。次体洗います。首と胸ですね。よいしょよいしょ。で首のこのシワシワの部分、ほこりたまりやすいので、しっかり洗ってあげてください。あんなに毛深いそうなんですよ、ふさふさに。腕も一緒に洗います。でお手手のひら中も洗ってもらって、で泡ついてるとそのまま口に持ってっちゃったりするので、お手手洗ったらそのままお湯の中に一緒に連れてって、手の中洗っちゃいます。ああ、びっくり、ごめんね。よいしょ。しっかり石鹸を洗い流して。特に順番はないんですけど、綺麗なところから上から順番に洗っていってもらえれば大丈夫です。ごめんごめん、もうちょっとお腹洗って。で足は石鹸、お湯の中に入れてそのまま洗ってもらっちゃえば大丈夫です。わざわざお湯から出さなくて。で背中洗うんですけど、もしできればこんな感じで脇に指入れてもらって、シャキーンってしてもらって、前に倒します。
で顔がついてないのを確認して、うんうん、で背中洗いますね。背中とかお尻あんま見る機会ないと思うので、うんうん、この機会に湿疹ないかなとか、うんうんうん、つかぶれないかなとか見てあげてください。はい。で戻るときはそのままこっちです。もしこれが難しければ石鹸つけて後ろこの掃除で洗ってもらえれば大丈夫です。わかりました。はい。で最後おちんちんですね、うんうん、たまたまの裏とかちんちんと間とかが結構うんちとかついてて汚れやすいので、うんうん、しっかり洗ってあげてください。はい、はい、おしまい。で最後きれいな残ったお湯でちょっとかけ湯してあげて、はい、で終わりになります。このまま横にスライドしますね。最後ちょっとこう振って雪にしたくなるんですけど、スルッと滑って危ないので、そのまま横にスライドでいきます。で振っちゃいますね。気持ちよくてシャーっておしっこしたりするので、うんうんうん、先におむつ当ててからおへその処置だけしちゃいましょう。はい、よいしょ。初めてパパと二人でお風呂入ります。ひゅーお呼ぶ口いいね。じゃあ行ってきます。かわいいパパと二人だ。大きいね。ケイチのセクシーショット。
どうですか、久しぶりでしょう。入れたことあったっけ、監禁時や研究室、ほら、胸もかけないと寒い。お母さん呼んでくる、呼んで、見せてあげればいい。関係時も呼んだよ。あ、こっちの耳が、あ、いいよ、ママ入ってない、うん、あ、ばあちゃん呼んで、あ、そう。